ロックコープス3本手止め HAT。 Welcome to the celebration。 このライブイベントを楽しんでいるのは4時間のボランティア活動に参加した人たち。ボランティアに参加することで有名アーティストのライブイベントを見に行ける。音楽とボランティアが融合した新しい社会貢献の形、ロックコープス。日本で初めて福島で開催されました。福島県相馬市、ここでは海水浴場の再生を目指すプロジェクトが行われています。この日は日本各地からボランティアの参加者たちが訪れ、ビーチのゴミ拾いや津波で打ち寄せられた瓦礫の撤去を行いました。皆さん、暑さに負けず頑張っていますね。もうちょっと、きれいにすればまたここでなんか海水浴とか実践できるようになるんじゃないかと、少しでもお手伝いができればと思います。仙台市から来ました。小袋さんの公式のホームページで案内があったので、はい、ぜひ応募しようと思って。こちらもボランティアは初めてという2人。お金もかからずデートをしながらゴミ拾いをして、でずっと来たかったねって言ってた相馬に行って、2人でまたコンサートに行けちゃうなんてすごいいいよね。そう、ロックコープスは音楽を通して多くの人たちがボランティアを始めるきっかけになる革新的な取り組みなのです。どんなきっかけでもいいんで、まずは来ていただいて、ボランティアっていう活動っていうものに、接していただくことが一番大切なんじゃないかな。だいぶもう綺麗になって、やっぱり近頃子どもたちがこうやって砂浜で裸足で駆け回ってる姿見ると、活気というかそんなものが戻ってきつつあるのかなと。みんなの力で人が集まる海岸になったんですね。はい、お疲れ様でした。そしてボランティアを終えた参加者全員にライブイベントのチケットが手渡されました。来週楽しんできます。いいよ、行くぞ。さて、こちらはロックコープス創設者の一人、スティーブン・グリーンさん。福島に来て一緒に頑張っていましたよ。 We really wanted to bring rock or to Fukushima. We watched with many others as the great tragedy happened in this area, and we wanted to come and do what we could to help. It's been great for me to be able to visit, connect with people, learn about their lives, learn about how their life changed after 3 years ago with theGreat tragedy, but then all of the things that they are doing to recover and connect with each other. So I invite everybody, please come to Fukushima. Fukushima Kara, Hajime Yo. Thank you, Steven. 東北の復興をテーマに行われたロックコープス。東日本大震災の被災地域などへ4478人もの人たちが訪れ、2014年4月からおよそ半年にわたる活動は復興へつながる大きな力となったのです。最高、最高です。とっても楽しかったです。最高でした。改めて人のために何かするのっていいなって思ったんで、はい、よかったです。活動に参加すればいいこともあるし、それ以降に人のつながりも増えるから。震災があって、福島は日本の中でも注目されてると思うんですけど、そこからスタートできたっていうのは、すごく価値があるんじゃないかなと思います。新しいボランティアの形、福島から始まっています。福島から始めよう。